次に西岡秀子君。西岡君。はい、立国者国民民主党西岡秀子でございます。本日は質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。本日は公益通報者保護法改正案についての質疑でございますけれども、法案の質疑に先立ちまして一問大臣にお尋ねをいたします。14日に改正特別措置法に基づく39件の緊急事態宣言が解除されまして、残り8件のうち今日にでも一部都道府県の解除の方向ということで聞いております。新型コロナウイルス感染症拡大防止と経済活動の両立を図っていくという大変困難で大変重要な局面に入ったと認識をいたしております。一方で給付金などを狙った消費者被害も多発をいたしておりまして、国民が大変困難な状況の中で許されない行為であり、あると思いますし、国民に対して十分な注意喚起と具体的な事例を挙げての周知徹底が大変重要だと考えます。それと同時に各業界においてガイドラインが策定をされ、いわゆる新しい生活様式というものが我々消費者にも求められる中で、消費者庁として新しい社会変革の中で消費者を守り消費者行政を進めていく上でどのように取り組んでいかれるのかということにつきまして、大臣からご所見をいただきたいと思います。江藤国務大臣。新型コロナウイルス感染症をめぐっては新規感染者数が限定的となっても再度感染を拡大する可能性があり、長丁場に備えまして感染拡大を予防するための新しい生活様式を踏まえた新しい日常に移行する必要があります。この新しい生活様式を実践し感染予防と経済活動との両立を図るためには消費者の協力は欠かせません。このため緊急事態宣言が一部地域で解除された先週14日に消費者庁としては関係省庁や各業界団体とも連携し、スーパーなどの店舗でのお買い物の際に消費者の方に協力いただきたいお買い物エチケットやおいしく楽しくそして安全に外食をするための注意事項について協力をお願いする啓発資料を作成公表したところであります。また消費者は買い物や外食以外にもさまざまな経済活動の主体となることを踏まえ、各業界団体が作成しているガイドラインを参考とし、関係省庁とも連携し消費者が新しい生活様式を踏まえた新しい日常において知っておくべきことや注意いただきたいことについて情報発信を行ってまいりたいと考えています。このほかインターネット通販等の需要の拡大など新しい生活様式によって消費行政が変化し、それに伴って消費者トラブルの状況も変化していくことが想定されます。消費生活相談等の情報から消費者トラブルの状況を迅速に把握し適切に対策を講じてまいります。西岡秀子君。大臣ありがとうございます。しっかりと新しい環境の中で消費者行政消費者を守るという立場で進めていただきたいと思います。それでは公益通報者保護法改正案につきまして質問に入らせていただきます。昨日今日と大変質疑の重なる部分も多いかと思いますけれども、お許しをいただきまして、特に今回の法改正に盛り込めれなかった項目を中心に質問をさせていただきます。今回の改正は法が施行されましてから5年後の見直しが謳われていながら14年もの時間が経過をいたしました。企業の不祥事が頻発する中で待ちに待った改正ともいえ大きな一歩であると捉えております。これまで私も消費者団体の皆様の会合においてまた部会におきまして社会正義のために自らの身を顧みず通報して長年にわたり誹謗中傷に耐え長い間裁判を戦わざるを得ない苦難の道を歩まれた当事者の方のお話をお伺いをいたしました。
通報者を不利益取り扱いから守るということは、今日ご出席の先生方共通の思いだと考えております。そもそもこの法律は組織の不正を告発する人を不利益から守るということが重要な趣旨だと言えますけれども、その肝ともいえる不利益取り扱いに対する行政措置の導入が今回見送られました。今回この措置が見送られた理由につきましてお尋ねをいたします。坂田審議官。お答え申し上げます。公益通報者に対する不利益取り扱いは通報を躊躇させ、事業者が法令遵守を図る機会を失わせるものであり、あってはならないと考えております。改正法案においては従業員等に対する守秘義務を課すとともに、事業者に公益通報者に関する情報が漏洩しない体制、公益通報者に対する不利益取り扱いを防止する体制の整備を求めることとしております。このように公益通報者に対する不利益取り扱いを事後的にではなく事前に抑止することがまずは重要と考えております。他方、公益通報をしたことを理由とする不利益取り扱いに関する事実認定については、当事者間で争われた場合、当事者双方の主張や証拠に照らして判断しなければならず、行政機関にとっては非常に困難であることなどから、今回は不利益取り扱いに生じた場合の事後的な行政措置ではなく、不利益取り扱いの事前抑止に資する刑事罰付きの守秘義務を設けることとしたところでございます。今般の改正によって不利益取り扱いを抑止する効果がどの程度高まったかについては、施行後の実態も十分踏まえ検証していきたいと考えており、改正法案の附則第5条にもこの趣旨を規定しているところでございます。西岡秀子君。ありがとうございます。今言及がございました附則第5条につきまして関連して質問をさせていただきます。今のご説明をいただきましたように、今回の法改正の考え方である事前抑止ということも大変重要な視点だというふうに考えておりますけれども、今回理事の先生方のご尽力で提出をされました意見書の中でも、一般社団法人全国消費者団体協議会の浦郷事務局長が、不利益取り扱いの抑止ということであれば行政措置を設けることが一番効果的であると指摘をされております。このことが盛り込まれなければ、社会正義のために勇気を持って通報した方を真の意味で守るためには大変不十分であると言わざるを得ません。今回見送られましたが、附則第5条において施行後3年後を目途に見直すということが記載されております。今後明確な道筋をつけて取り組むことが大変重要だと考えますけれども、大臣の見解をお尋ねいたします。江藤国務大臣。今回の改正法案では制度の実効性確保のために事後的な行政措置ではなく不利益取り扱いを事前に抑止することが重要と考えたところであります。この観点から今回の改正法案では刑事罰付きの守秘義務や事業者の体制整備義務を導入することといたしました。施行後こうした措置の運用状況について事例を収集分析し、制度が実効的に運用されているか吟味した上で関係者の意見も聞くなどしながら、施行後3年後目途に検討してまいりたいと考えています。西岡秀子君。ぜひ今回の改正に大変長い時間を要したということを考えますと、明確な道筋をぜひつけまして取り組んでいただきたいというふうに考えます。また今後の検討課題として、通報しようとする方が通報による不利益を恐れて不利益取り扱いを恐れて躊躇することがないように、刑事罰についても導入を検討していくべきであるというふうに考えますけれども、このことについての見解をお尋ねいたします。坂田審議官。お答え申し上げます。不利益取り扱いに対する刑事罰を設けることについては、積極的な立場と慎重な立場の意見の隔たりが大きく、消費者委員会の答申においても今後必要に応じて検討を行うべきと
とされていたことから、今般の改正法案には含めておりません。今後、今般の改正によって不利益取扱いを抑止する効果がどの程度高まったかを、施行後の実態も十分踏まえつつ検証していきたいと考えております。その際には委員のご指摘も踏まえて刑事罰の要否についても検討してまいりたいと考えております。西岡秀子君。ぜひ実態を検証するということを今の言及をされましたけれども、大変重要だというふうに思いますので、その状況というものをしっかり把握した上で、今後ぜひ検討を進めていただきたいと考えております。昨日のご答弁、また今日のご答弁の中でも、事前抑止に力を入れるという言葉がたびたび出てまいりますけれども、行政機関の体制整備、マンパワーの問題や財政的な体制の整備というものが大変必要だと思っております。法案の中に、権限を有する行政機関における公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備というものを、ことが盛り込まれましたけれども、このことを進めていくには江藤大臣の強い決意とリーダーシップというものが大変重要だと考えておりますけれども、大臣のこのことについての決意についてお尋ねをいたします。江藤国務大臣。ご承知のとおり、事業者の自浄作用が十分に機能しない場合には、行政機関が不正の是正を図る必要があり、外部通報対応体制の整備は、制度の実効性向上のために極めて重要であります。この点、外部通報対応体制については、現時点においても国の行政機関や地方公共団体向けのガイドラインを策定改正し、広く周知活動を行うなど、制度の周知に努めてきたところであります。今後、今般の法改正を踏まえ、制度の周知に努めるとともに、国の行政機関に対しては関係省庁連絡会議の場を活用し、国の行政機関向けガイドラインを見直し、地方公共団体に対しては地方公共団体向けガイドラインの内容を見直すほか、地方消費者行政強化交付金を活用し、通報窓口の設置促進等を行うなどの取り組みによって、行政機関への通報の実効性向上に向けた取り組みを支援してまいります。西岡秀子君。ぜひ大臣の強いリーダーシップを発揮をしていただきたいということを心からお願いをいたしたいと思います。次に、立証責任の転換についてお尋ねをいたします。解雇や不利益取り扱い、例えば降格や減給、配置転換などが行われたことを通報者が立証することは、先ほどの質疑でもございましたけれども、その情報や証拠となる資料が事業者側にあることがほとんどであり、通報者にとって負担が重く、極めて困難な現状があると認識をいたしております。通報者の立証責任を軽減する規定を設けるべきという意見が、専門調査会報告書でもございました。不利益取り扱いが行われた場合の立証責任を事業者に転換するというこのことは、大変重要なことであると認識をいたしておりますけれ、認識しており、ぜひ今回の法改正にも盛り込むべきであると考えますけれども、見解についてお伺いをいたします。高田審議官。お答えいたします。公益通報を理由とした解雇その他の不利益取り扱いについて、立証責任の緩和または転換を求める意見があることは承知しております。他方、消費者委員会においては解雇も含めて、悪意ある労働者に制度が利用される、無用な争いを避けるために通報者に対する措置を一時的に凍結するなど、立証責任の転換により円滑な労務管理等を阻害するとの懸念が示され、消費者委員会の答申においても今後の検討課題とされておるところでございます。また解雇以外の不利益取り扱いについて、配置転換などについては、一般に事業者に広い裁量が認められており、そうした中で立証責任を転換することは
労務管理実務への影響の内容、程度等についてさらなる検討が必要と考えられます。こうしたことから改正法案において解雇以外も含め直接立証責任の緩和または転換について規定することは見送ったところでございます。なお改正法案の附則第5条では公益通報者に対する不利益な取り扱いの是正に関する措置のあり方について検討規定を設けておりますが、これは立証責任の緩和または転換についても含めて検討を行う趣旨でございます。西岡秀子君。ありがとうございます。極めて重要な視点であると思いますので、ぜひ取り入れていただくようにお願いを申し上げたいと思います。次に通報対象事実の範囲についてお尋ねをいたします。今回の改正におきましては過料の対象となる規則違反行為の事実が追加をされました。一方で行政処分の対象となる規制違反行為の事実の追加は盛り込まれませんでした。盛り込むべきであると考えますけれども、ぜひ今回なぜ今回盛り込まれなかったのか、そのことについてのご説明をお願いいたします。坂田審議官。お答え申し上げます。今般の改正においては公益通報者の範囲の拡大や保護要件の緩和、守秘義務違反に対する罰則の導入など大幅に制度の見直しを行うこととしております。そのような見直しに相応するものとして通報対象事実の範囲の拡大については一定の慎重さが求められるところでございます。もっとも通報対象事実の範囲の拡大も不正の是正といった観点から重要な課題であり、今般の改正では行政罰が科される違反行為も含まれることとしております。さらに消費者利益の擁護等に関わる行政処分の対象となる違反行為のほとんどは刑事罰や行政罰の対象であることから、委員ご指摘の行政処分の対象となる規制違反行為の事実はそのほとんどが通報対象事実に含まれているものと考えております。西岡秀子君。ありがとうございます。関連いたしまして今日資料をお配りをいたしておりますけれども、海外の事例からも法目的による限定の方式ではなくて、もっと社会全体の利益を優先して対象事実を広く考えるべきではないかと考えますけれども、このことについての大臣のご所見をお伺いをいたします。江藤国務大臣。ご指摘のように法目的による通報対象事実の限定を見直すべきとの議論があることは承知をいたしております。これについて消費者委員会の専門調査会の調査審議の中でも、対象となる法律がどの程度広がるか不明瞭であるという意見や、行政機関等の負担増大による体制面の懸念があるという意見があったところであり、法目的の限定を外した場合、公益通報と消費者の生活や利益の関係性が希薄となることの妥当性が問題となることなどが今後の課題であると認識をしております。政府としては今後改正法案成立後の施行状況等を分析しつつ必要な対応を検討してまいりたいと思います。西岡秀子君。大臣ありがとうございます。日本のように法目的による限定方式というものは海外では大変の珍しい海外ではない考え方であるというふうに聞いておりますけれども、ぜひ引き続いてとにかく多くの方が対象となるということが大変の重要だと思いますので、引き続きの取り組みをお願いを申し上げます。次に通報者の範囲についてお尋ねをいたします。今回の改正で通報者の範囲が拡大をされまして、退職者と役員が追加をされました。今回退職者については退職後1年以内というふうに規定をされましたけれども、消費者委員会の報告書によりますと期間は限定されないことが望ましいとされておりました。なぜ1年以内と規定をされたのか、その根拠について、また報告
報告書でも言及をされておりましたように、少なくとも3年とすべきではないかと考えますけれども、このことについて見解をお尋ねをいたします。坂田審議官。お答えいたします。今般の改正法案は法令違反行為の早期是正を促すことをその目的の一つとしております。そのような観点からは保護される通報を退職後一定の期間内のものに限定し、早期の通報を促していく必要がございます。また、実際に退職の通報を理由として不利益取扱いを受けた事例のほとんどが退職後1年以内に通報された事案であり、このため退職後1年以内にされた通報を保護すれば実際に不利益取扱いが想定される通報のほとんどを対象とすることができると考えられます。さらに退職から長期間計画の通報については証拠の散逸等により通報を受けた事業者が適切に対応することが困難であるとの指摘もありました。このような考え方によりまずは退職後1年以内に通報した社を保護の対象としたものでございますが今後の改正法の施行状況を踏まえつつ適切に対応してまいりたいと考えております。西岡秀子君。1年という時間は大変長いようで短い時間だというふうに考えますので今回施行された後にどういう状況かということを十分見極めていただいて、3年とすべき、ぜひ方向も含めて検討を進めていただきたいと考えております。次に関連をいたしまして、役員についてお尋ねをいたします。今回、通報者の範囲として追加をされましたけれども、役員については、内部の事情に精通しており、通報者として告発をする、通報する事例というものが多く見られております。役員が外部通報の際には、事業者内部で是正の措置に努めることが前置きとされております。前置きを外す例外として、例えば組織ぐるみで不正が行われた場合も含めて、検討すべきであるというふうに考えますけれども、このことについての見解をお尋ねをいたします。坂田審議官。お答え申し上げます。役員は不正の恐れに気がついた場合自らその調査是正にあたる義務を負っております。今般の改正法案では個人の生命身体への危害や財産に対する重大な損害が生じる場合に限ってこの調査是正措置の例外を設けておりますが、このような例外は事案の緊急性に着目して設けられたものでございます。これに対し、組織ぐるみで不正が行われている場合、例えば多くの役員が共謀して不正が行われているような時であっても、役員としては社外取締役と連携するなどして、調査是正措置に努めることが考えられるため、例外的な取り扱いについては慎重な検討を要する。と考え調査是正措置を前置すべきことといたしました。西岡秀子君。ありがとうございます。また海外の事例でございますけれども通報者の範囲について海外の事例特に例えば EU 指令などにおきましては大変その通報者の範囲というものをが幅広く規定をされております。その中でも取引先の事業者につきましても含めるべきではないかと考えますけれども、この取引先の事業者を範囲とすることにつきましての見解についてお尋ねをいたします。坂田審議官。お答え申し上げます。取引先事業者に関しては消費者委員会の答申において、事業者間取引には基本的に契約自由の原則が妥当する中で、契約解除等における不利益取扱いの判断や公益通報を理由とすることの判断が困難であること、保護の対象とする取引先事業者の範囲を画する合理的な基準を策定することなどが今後の課題であると指摘され、今後必要に応じて検討することとされております。
これらの点から取引先事業者を保護の対象に含めることについては慎重な検討が必要と考えられます。西岡秀子君。保護の対象者につきましても引き続き検討を進めていただきたいと考えます。次に報道機関等に通報した場合の保護要件の拡充についてお尋ねをいたします。特定事由に通報者を特定させる情報が漏れる可能性が高い場合、個人の財産に対する損害がある場合が今回追加をされました。専門調査会報告書で追加が求められておりました事業者が内部通報体制整備義務を履行されていない場合という項目も追加すべきではないかと考えますが、このことについて見解をお尋ねいたします。坂田審議官。お答え申し上げます。内部通報体制整備義務の内容にはさまざまなものが含まれておりますが、特に重要なものはまず第一に通報者に対する不利益取扱いの禁止、第二に通報者に関する情報漏洩の禁止、第三に窓口に通報があった場合の適切な調査の実施の3点であると考えられます。この3点のうち1点目の不利益取扱いの禁止については現行法でも不利益取扱いを受ける恐れがある場合が報道機関等への通報が保護される場合の一つとして位置づけられております。3点目の適切な調査についても現行法では事業者に通報してから20日経過しても事業者から調査を行う旨の通知がなかったり正当な理由なく調査をしなかったりする場合が報道機関等への通報が保護される場合の一つとして位置づけられております。他方2点目の情報漏洩の禁止については報道機関等への通報が保護される場合に位置づけられておりませんでしたので、今般の改正において通報に関する情報が漏洩する恐れがある場合を報道機関等への通報が保護される場合の一つとして位置づけることといたしました。西岡秀子君。ありがとうございます。内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備についてお尋ねをいたします。公益通報を受けて対象事実の調査是正に必要な措置を取る体制整備が義務化されることとなりました。その内容についてもっと明確に具体化して通報者保護の観点から体制整備が図られるようにすべきではないかと考えますが、このことについて見解をお尋ねいたします。ちょっと時間の関係がございまして、引き続いてもう一問まとめて質問をさせていただきます。300人以下の中小事業者については努力義務とされました。今回義務化された300人以上の事業者というものは全体の 0.4% に過ぎず、実効性を確保するためにも300人以下の中小事業者の体制整備というものは極めて重要だと考えております。しかし実際体制整備を進めることも大変困難な状況が想定されることも事実でございます。このことにどのように支援体制を整備をされるお考えなのか、このことも合わせて2問質問をさせていただきます。坂田審議官。お答えいたします。まず第1点目のご質問でございますが、改正法案においては事業者に義務付ける体制整備の内容について指針を策定することとしております。指針に定める体制整備の具体的な内容としては、通報の窓口整備のみならず窓口に通報があった場合の調査や情報漏洩などの通報に関する内規の違反者に対する懲戒等のほか、安心して通報できるよう通報者に対する不利益取り扱いや通報者に関する情報漏洩の禁止を社内規定に定め、その規定に基づき適切に運用するよう求めることを想定しております。なお実際に指針を定める際には通報制度が実効的に機能するよう関係者の意見を踏まえるとともに、改正法案に基づき消費者委員会の意見を聞いた上で検討してまいりたいと考えております。次に第2点目のご質問でございますが、
中小事業に失礼しました、中小事業者においても内部通報に適切に対応していただくことが重要でございます。そのため中小事業者についても勤めなければならないという形ではあるものの、義務規定を設け、必要に応じて助言等を行えることとし、中小事業者における体制整備の実効性の確保を図っております。もっとも中小事業者において自発的に体制を整備していただくことが望ましいため、消費者庁としては法改正の後、中小事業者から理解が得られるよう中小事業者団体との調整や積極的な周知啓発活動に取り組んでまいりたいと考えております。西岡秀子君。ありがとうございます。ちょっと残り質問残りましたけれども、時間となりました。今回の改正について足らざるところについては法案修正も含め、またぜひ今後検討されることについても、スケジュール感を持ってぜひ取り組みを進めていただきたいと思いますし、裁判事例の集積や指針ガイドラインにより法律の実効性をぜひ担保していただくようにお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。次に。